ちゃんです。今日はシュシュクイ海岸に来てみてます。なんか近頃シュシュクイがすごい形がいいということで、いい波ってここ1週間ぐらいいろんな方からお聞きしてるんです。で、私まだちょっと1回もそのいいよって言うてる間にシュシュクイ入れてなくて、で今日はちょっと入ってみようかなと思って来てみました。で今ね、でも行くにも毎日波あるんですけど、ちょっとセットとかダンパー気味でブレイク早いんですけど、でももう夏休み入って、いっぱいサーファーさんがもういっぱい集まってきてます。でもうちびっ子たちもいっぱい、ちびっ子って言ったでもそんなもう言い方したらあかんぐらい、めっちゃ上手な子たち、もうピュンピュンあちこちでもういやして、もうこんなんっていう子たちがもう朝から夕方まで海に入ってますね。ライブカメラ見ててももう動きがすごいの分かりますし、ほんまにすごいです。でお盆とかお盆の間もまだたくさんちびっ子たちがすごいコーラがバーやりに来てるでしょうから、皆さんよかったら海の海にもう見てるだけでもすっごい、見学させていただいてるだけでもなんかめっちゃ勉強になるって勉強にできるほどもう勉強にもならへんぐらいすごいんですけど、でも見てるだけでもすごいいいと思います。価値あると思います。で、まあ四季なんですけど、ちょっとね張り切って入ろうと思って楽しみに来たんですけど、まだ引いてなくて、加工はまあ引いてなくてもやれるんですけど、もうちょい引いた方がいい波立ってくるのかなって思うんで、一回イクミ見てきたいと思います。イクミ見てきて、なんかこう人すごい、イクミライブカメラでチェックしたらめちゃくちゃ人多かったんですけど、どっか合間でやれるとこあったらやりたいと思いますまあ時間経ってこっちに引きに近づいてこっち帰ってきてもいいんですけど、とりあえずちょっとうろうろしてみたいと思いますということで本日も行ってまいります。よろしくお願いいたします。
日曜日なんですけど、いつものことなん
も気をつけてます。